はい皆さんこんにちは今日もチャット GPT の GPT 図をうまく使ってそしていろんなデザインソフトを絡めたステッカー作りこのお話をしたいと思いますステッカー作りというのは AI を使って画像を描いた時にまあ画像ができたといってもですね絵を描いただけではなかなかお金になりにくいですよね。 そういうものをお金にしやすいツールというのはいろいろありましてそれらを勉強していくことでちょっとした副業なんかに応用できる今回はそんなお話を進めていきたいと思います絵を描いてお金にできるという方法の中ではいろんなサイトとかもありますが例えば「すずり」というようなサイトに行くと「 こんな風に自分が描いたイラストをいろんなグッズに展開する。それができます。例えば一番左端は缶バッジですね。そしてこれはステッカー。そしてマグカップ。その横はスマホケース。また T シャツなどもう少し大きなものからキーホールダー。こんなものがいろいろ作れるということです。ただしスズリーの方ではナイレット とかのサービスができませんですから今日はなででサービスまでできるような方法それは先に言っておきますがメルカリこれを使ってですねやれば購入してくれた後のコメントのやり取りで実際出荷するまでにどんな名前を入れてほしいかやり取りしながらそれができるというようなお話まで進めたいと思います。 では GPT 図を使ってステッカーのデザインを作るこれは今画面に出ているようなこんな画面です縁取りが白く撮られたような絵をちゃんといいていけますでもこの縁取りに対しては僕の作った GPT 図ではステッカーデザイン作成という名前なんですけれども このソフトがあれば白の縁のことなどはプロンプトを打たなくってもやってくれます。この後実践をしますが、例えばこれはカメラマンが平をついて被写体を狙っているアニメ風のイラストを描いて被写体はなしでという風にしました。そうするとこんな風にできましたが、ちょっと右の端の方が切れてたりしますよね。そんなところの修復の仕方、 これもお話ししていきたいと思います。じゃあ、まずはチャット GPT の GPT 図を使って、こんなステッカーデザインを書いてみます。はい。かわいいパンダが笹を食べているアニメ漫画風のステッカー。こんな風に入れてみました。送ってみます。はい。デザインを作っています。作る時間も分かっていただけるように、 ノーカットで皆さんには見ていただきます今半分ほどができましたできたようですねかわいいですねうまくいきましたねこんな風に描けるんですじゃあここからうまく加工する方法をしますこれ後ろにカッティングマットのような絵がありますよねこれはこのまま使っても面白いしカッティングマットにしてある意味があります 例えば、白いバッグにしてとか、黒いバッグにしてとか言いましたら、チャット GPT のラリー3は、なぜかはみ出したりとか、2つの絵を描いたりとか、少し挙動がおかしいところもあるんです。ですから、このカッティングマット風のバッグを作るように、GPT 図をうまくセッティングしたらですね、一番仕上がりが良かった。 というのがありますので、この方式をやっています。こうやって絵ができましたら、ダウンロードをします。はい。今回はダウンロードフォルダーに保存したいと思います。保存ができました。では、このカッティングマットを消す方法。これを言いたいと思います。これにはキャンバーを使います。それも月に 1000円ほどのことですので実際副業をするのにはこの1000円は投資してくれた方がいいと思いますし GPT 図を使うのは月に約3000円キャンバの利用料が約1000円4000円の費用はいります別にステッカーを作るだけのためではなくってとっても便利な機能がありますのでもうそんな投資をするのは嫌だ 無料でやりたい、そんな風に思っている方はもう僕の動画はこれ以降は見ない方がいいと思います何かやろうと思ったら通常はお店を開いたりとかそういうことをしていかないといけませんいわゆる投資というのは大事なことですじゃあここに先ほどの絵を読み込んでみましょうこれが先ほどのダウンロードホルダーですこののパンンダの絵をキャンバーに、 ドドラッグドロッグロプしますこのようにできましたねじゃあこれを用紙のサイズを 10cm10cm 10というふうに作ってありますまあこれに当てはめたらいいんですがもう少し最大限大きくしておきましょうこんな感じでいいですねそして「写真を編集」というボタンを押します そうすると、キャンバの有料版の方では、マジックスタジオといういろんな新しい AI 機能があります。左の端の方の背景リムーバー。これをやるとですね、余計な背景が消えてくれます。じゃあやってみましょう。こんな風になりました。でも、 ここらでちょっと残っている部分がありますよね。これらは消してしまえばいいわけです。ちょっとやってみましょう。白いペンを持ちます。そしてちょっと太めにしておきます。そしてこれをゴシゴシ白で絵を描きます。はい、右の方にもゴミがあります。これで消えました。 これを保存すればいいわけです。ちょっとやってみましょう。はい。共有からダウンロード。これをしまして、そしてダウンロードをしてください。Ping でも JPEG でもいいと思います。はい。JPEG のファイルにしてみます。ダウンロードをします。はい。ダウンロードフォルダーに Panda という風に名前をつけておきましょう。はい。Panda という名前で保存をします。 これで画像ができましたが、先ほどちょっとはみ出たデザインがありましたね。そんな時にどうしたらいいか。ちょっとこれを消したいと思います。この右の端の方が削れていますよね。こういう時にどうすればいいかということです。ダウンロードします。はい。この絵をキャンバに載せました。ちょっと大きくしておきましょう。 そしてですね、ここ伸ばしたいですから、このようにちょっと左寄りに置いておきます。そしてまた写真を編集。これを押しまして、これも新機能ですが、マジックエクスパンドというのがあります。これを選びまして、そしてここですね、右のところをちょっと足したいですので、このように広げます。 そして、マジックエクスパンドのボタンを押します。どうでしょうこうすればですね、足りなかったところをちゃんと書いてくれました。一応4つのパターンを作ってくれていますので、よく見てみます。はい。ちょっとこれは良くないですね。はい。これはいいです。これもいいですね。じゃあ、これを採用しますので、完了を押します。このように、 でできたわけです次はこれを先ほどと同じようにバッグを消すようにしてみましょうもう一度写真編集を押しましてそして背景リムーバーこんな風にきれいに画像が出来上がりましたまたステッカーを保存します今度はバッグを透明にするために PNG 形式で保存をしたいと思います背景等か という風にしておいて、ダウンロードをします。カメラマンと名前をつけておきましょう。これで元の素材ができたわけです。キャンバーを使うことに慣れている方は、キャンバーでプリントアウトをするためのデザインをやればいいです。けれども、僕はアフィニティデザイナーというソフトが得意です。ですから、アフィニティデザイナーを。 うままく使ってみたいいと思いますでもソフトはででもいいです例えば Word が得意な人 Excel が得意な人そういうのでもいいですしあとはレイアウトだけの話ですので皆さんの得意なソフトを使えばいいです。僕はこのようにもう A4 サイズのテンプレートというのを作っています。そして販売を5つセット というので販売しようと僕は計画しました。皆さんは1枚ずつ販売をしようという方もいいですし、いろいろですけれども、こんなようなテンプレートを作りました。はい、下の方見てもらいましょう。手作りオリジナルステッカー5枚セット。強粘着耐水耐光のシートを使っています。 デザインは完全オリジナルです。独自開発の GPT's ソフトですので、著作権はクリアしていますので、安心ください。ということです。チャット GPT プラスで Darry3 を使ってくれている方は、著作権の問題はないということで、OpenAI からアナウンスが来ています。そして考えたのが、内入れ無料サービスということです。こういう形でやればいいですけれども、 ここの文字、あえて黒い文字だけにしてあるのも一つポイントがあるんです。プリンターのインク、他はカラーでしかしょうがないですけれども、なるべく黒インクというのを使うようにすれば、特に僕のプリンターは黒のインクは容量が大きく少し安く手に入ります。ですから、そういうコスト計算というのもしっかりしておく方がいいですね。 じゃあこんな風にできますのでここに先ほどの2つを貼り付けてみましょうこの2つは削除しますそして先ほどのものをここに入れましょうパンダとカメラマンこの2つですねはいドラッグしてきますこのようになりましたカメラマンサイズがちゃんと合うようにしましょうそしてパンダの方も こののようにすす。れば5つの販売ができます例えば子どもの名前を入れたいとかいうような要望がありましたら赤の「今はあきというふうになっていますがこれをコピーします「太郎」と打ち替えましたちょっと太い文字にしてみましょう男の子ですので青い文字に変えましょうこんな感じでどうでしょうか このようにして文字を入れて内入れというサービスをしてあげればオリジナル性がさらにあって喜んでいただける。これをプリントをします。そしてここで一つ、この形にくり抜くというのをですね、こちらの方でやるとですね、時間がかかりますよね。白い縁を作っていますから、切るのは難しくはないです。 でも自分がやるとなると手間がかかりますし手間がかかるということは価格も安くできないということになりますので僕が考えたようにこれは一つのクラフトというふうな考えに基づいてハサミで切るのも楽しいねみたいなそういうような感覚でやっていただくというようにすると こちらの手間が省けてユーザーさんもお遊び感覚でできるということもありますので今回は僕はそういう方式を取りましたこういうところにも使い方とかいうのをうまく説明してあげるといいと思いますそしてこのシートをプリントするわけですけれどもプリントというのはそんなに原価も高くなく アマゾンなんかで A1 というような会社やサンワサプライエレコムなんかがこのようなステッカーを作っていますが選ぶ時に気をつけた方がいいのは強粘着ここにありますように耐水耐光があるかとかいうことが案外重要になってきますというのは雨で流れてしまったというようなことがあっては困りますよね。 でも最近のこういうプリンター用紙はとってもよくできていますしなぜ雨に流れないかというと上に透明のフィルムをできるように二重行動になっているからです誰がやっても耐水性耐光性というのはとってもいいですので安心して使えますまたこれだけではなくってこのようにマグネットタイプというやつですね A1 だけじゃなくて このようにエレコムからも出ています。そしてホワイトタイプというのとか透明のタイプで後ろの色を活かせるものとかいろんなものがありますのでぜひともそういうのを検索していただいて売るということだけじゃなくって自分で作って楽しむということも考えられると思いますのでステッカー作りというのはとっても幅のある 面白い作業だと思います。また、1000円ちょっとで丸くカットするようなこういう道具もありますので、こういうのを使えば丸くて綺麗なステッカーも作れるということです。こういうのもチャレンジしてみるのもいいでしょう。こういうことをやるのには、作業をするというだけじゃなくて、準備というのも大事です。 先ほどのスズリというようなサイトも使いますし、そしてメルカリ、これらも使えばいいと思います。また自分ででも販売するなら販売サイトも作ればいいと思います。僕は実際もう作っています。これが昨日作った販売サイトです。このようにステッカープリントオリジナル製作ということで、まあここにいろいろ説明をしまして、そして 今作ってある画像ですね当面はまず音楽の関係のステッカーこれを皆さんに使ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いましたのでこのようにボーカル・ベースキーとかいうふうにしてそしてクリックすればこのように確認ができるこれをうまく使えばですね決められた5枚のセットというのでしか メルカリなんかで販売する時には逆に面倒になるんですけれども自分のサイトではこのギターの少女が5枚欲しいというような要望にも応えられると思います並べて貼り付けるだけですので画面の下に「005G」というふうに なっています。僕の方でも管理していまして、5番目のギターの女の子というのがわかるようになっていて、カートでコメントを入れてくれると、それでできるようになります。メールアドレスとかがわかっているのでですね、最終確認というのをメールでやってあげると、さらに親切ですよね。まだテスト中ですけれども、例えばこれをカートに入れてもらいます。そして、購入というのを押すと、 カートの方にに行くようになっています。ここで枚数を2つという風にしていただくと金額が出てきますまだ金額が決定しているわけでもないんですけれども今は試験運用をしていますそして次へここでお名前とかを入れてもらうという風にしますこんな形の販売サイトというのも作りました こういう下準備というのがどうしても必要になります。そして SNS。僕の場合は Facebook が中心なんですけれども、このようにして皆さんにお知らせをする。そういうのも大事だと思います。今日は ChatGPT の最新機能 GPT 図を使ってステッカー用のソフトを作ったという報告と、そしてどのように そのステッカーを展開するかそこらをお話しさせていただきましたもうじき GPT ストアというのができるようになるということですのでとっても安い金額で僕の作った一発で縁取りもできるソフトこれも公開していきたいと思いますもうしばらく皆さんもいろんな案を練ってお待ちくださいそれでは チャット GPT などの AI を使って副業なんかもチャレンジしてみてはいいのではないでしょうか。今日はご視聴ありがとうございました。またね。